つまようじにしたりとか、高級和菓子に使うこの節にしたりとか、そういったことに使われます。雄大な大山を見ながら、ゆっくりと海まで向かって、走っていきますけど、途中で川までハイキングしたり、植物の、あの観察をしたり、またものづくり学校に寄ったり、地元の作家さんの作品を見たり、地元のものを売ってる、野菜とかそういうのを、食べたり、いちご食べたり今日はしたんですけど、寄り道をしながらゆっくり、降りていくっていうところが一番楽しいところだと思います。